ある暖かい春の日、うとうとしている弟子が可愛くて、何か悩みでもあるのかとからかってみた。目を覚ました弟子は、ちょうど手のひらに舞い落ちた花びらをそっと握り、世の中のすべての美しいものは、にっこり笑うその顔が、まるで春の風のように暖かくて、私は思わず微笑んだ。 花びらは風に吹かれて舞い落ちるからこそ美しいものです。人も同じです。ですから、永遠を語る者には近づかないようにしてください。この世に変わらないものはありません。そのものはきっと嘘つきです。しかしそういう私は永遠を誓った騎士の立場であるがゆえ、 私たちは見つめ合って、声を出して笑った。ある暖かい。ある暖かい。暖かい春の日だった。暖かい春の日だった。次元の図書館。次元の図書館。歓迎するぞ。勇者たちよ。歓迎するぞ。勇者たちよ。数年前までは、ここで幼い王子に武芸を教えていた。訓練が終わった後は、 時々一緒に都市を見下ろしていたが、夕焼けに染まる王国の景色は、あまりにも美しくて、夕焼けに染まる王国の景色は、あまりにも美しくて、時には恐ろしくなるほどだった。時には恐ろしくなるほどだった。なぜなら、美しいものがすべてそうであるように、数々の偉大な王国がそうであったように、シャレミアンも、いつかは、 직접 오실 거라고는 생각 못했습니다. 폐하께서 아시면 궁에 변고라도 생겼습니까? 성공하지 못할 겁니다. 결국 거사를 치르겠단 말인가? 일단 시작하면 돌이킬 수 없는 일입니다. 일단 시작하면 돌이킬 수 없는 일입니다. 일단 시작하면 돌이킬 수 없는 일입니다. 물론입니다. 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 히도니츠 카레 私は呼び止められなかった、長い静寂の中に込められた意味を、無理やり書き消した。死ぬか、王になるか。小さくなる彼の姿とは反対に、彼の言葉は、私の中でどんどん大きくなっていった。そうだ。それだけを胸に刻めばいい。王を守ることも、王を殺めることも、 新しい王を立てることも、私の役目ではない。私が介入してはいけないことだ。シャレニアンを守ること、私の誓い。私はそれだけに集中することにした。ただ、それだけに、私は首を横に振り、邪念を振り払った。 永遠に王国を守れと。永遠に王国を守れと。そうだ。それこそが私の望みだ。守ってみせる。永遠に。말씀하지않으셔도됩니다。걱정하지마십시오。잊じ않았습니다。様々な方法で何度か挑んだ後。 我々はいくつかの事実が分かった。一つ目、どんなに早く着いても王子は救えない。王子の傷は我々が時を遡った時点よりも前にできたものだからだ。二つ目、悪魔が呪文を最後まで唱えられなかったとしても呪いは消えない。三つ目、悪魔がいる場所への到達が長引くほど、 奴は強くなる。四つ目。奴の名は、四つ目。奴の名は、その言葉を吐いた直後、私は後悔した。いつか、という言葉から、希望よりは不安が、喜びよりは焦りの方が先走ったからだ。他の団員たちも同じことを考えたのか、全員が、 다 마리콘다. 왜 그러지? 이번이 마지막일 수도 있지. 아니면 백여 번 정도 남았을지도 모르고. 아니면 백여 번 정도 남았을지도 모르고. 괴로운가? 우리가 루트를 바꾸었지. 우리가 루트를 바꾸었지. 하딘의 퇴계에 나는 다 마리콘다. 하딘의 퇴계에 나는 다 마리콘다. 答えようがなかったからだ。私にできるのは、ただ沈黙を守ることだけ。沈黙か。ああ。あの時も私は、あの時も私は黙り込んでしまった。クレアマナンんだダコ、생た。それが正しいと信じていた。しかし、それは。しかし、それは。 しかし、しかし、それは、交代で仮眠を取ったが、あまり効果はなかった。砂漠のど真ん中で道に迷い、乾きに苦しむ者の下に、たった一滴の水を垂らしたようなものだった。たびたび襲いかかる悪魔も問題だったが、 それよりも我々を苦しませるのは、あの太陽。我々を眠らせまいと言わんばかりに、果てしなく追いかけてくるあの太陽だった。私はゆっくり座り込み、誰にも気づかれないように、そっと耳を塞いだ。しかし、 だいぶ前から耳元で響いているその声は、その切実な呼びかけは、鳴りやまなかった。その切実な呼びかけは、鳴りやまなかった。それはできません그렇지않습니다。모든것은、ペア께서결정하실일입니다。いたずらに剣を振るい、王族を殺害するというのは、いくら国王であっても許されざる行為です。 私は今、陛下を守っているつもりです。王族の殺害は、陛下そういうわけでは。それはできません。王子様、どうか。いや、違う。あの時、王は、陛下は剣を震えなく、王子様。王子様。 王子様。違います。私は、王子様。絶対にあなたを。違います。私は、王子様。絶対にあなたを。違います。私は、王子様。絶対にあなたを。王子様。もう何度も戦ってきた相手だから、戦闘は順調だ。 もう何度も戦ってきた相手だから、戦闘は順調だ。切って、切って、切りまくる。切って、切って、切りまくる。しかし、どんなに激しく体を動かしても。しかし、どんなに激しく体を動かしても。あの夢は、あの光景は、あの声は、あの夢は、あの光景は、 あの声はどうしても消えなかった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 疲労が重なりみんなの精神を蝕んでいったみんなが変わり始めたいつからだろうかハーディンは迷いなく敵の背中を撃つようになったアインは時々 敵に必要以上に強力な魔法を使うようになった。ライアンの命中度は前より上がったものの、誰彼構わず矢を放つようになった。味方を撃つかもしれないということは、全く考えていないようだった。エッドはほとんど喋らなくなった。変わらないのは、クエイグだけだった。なぜなら、彼は。あにゃ、なぬん、ナネン もう、よしてくれ。もう、よしてくれ。王子様、私は、王子様、私は、妖精、妖精。くがん、くがん。くがん、くがん。王者님。王者님。 違う。私は。<laughs> あの時の、あの時の、あの時の誓いを。あの時の誓いを、必ず団員たちはお互いを疑い始めた。戦いの目的も忘れてしまったまま、腹いせに悪魔を倒し続けた。おそらく、 その頃からだろう。私はうすうす気づいていた。そのうち彼らを、失ってしまうということに。エッドは立ち上がれなくなった。彼の不在により、戦いは劣勢に立たされ、それは団員たちの、特にアインの戦士につながった。約十数回、さらに時を遡った後。 エッドはもう目を覚まさなくなった。その時から、ハーディンの剣が動揺し始めた。その時から、ライアンは矢を射ることをためらうようになった。その時から、アインは苦し紛れに笑い始めた。もう限界だと感じた。あと何回やっていけるか、自信がない。 それでも私が止まらなかったのは、止まれなかったのは、誓いは、誓いは、剣がぶれたぞ、ハーディン。ハーディン。剣筋がぶれたぞ。確実に仕留めたか確かめろ。ダメだ。もう終わりにせねば。の、の、の。幻覚。<laughs> みんな、しっかりしろ もう手遅れか。もう手遅れか。ルビアンは誰かのためには使わない。違う。違う。みんな覚えていないのか何度も言ったはずだ。退治せよ。全員。退治せよ。全員。退治せよ。全員。ああ、ああ。ロビアンは勝っちだ。 あむひんどおむぬたんすなんぼそぎるぷにや。ろびあぬかっちゃだ。あむひんどおむぬたんすなんぼそぎるぷにそういうわけには。そういうわけには。王子様王子様ういます。ちいます。王子は。できるだけ多くの人の前で。ルビアンを破壊してほしいと頼んだ。王子は。 できるだけ多くの人の前で、ルビアンを破壊してほしいと頼んだ。そうすれば、シャレン三世のような暴君は、現れないはずだから。そうすれば、シャレン三世のような暴君は、現れないはずだから。そうですか。もう、本当に、私一人。いや。 幻であるあなたと二人きりかもう本当に私一人いや幻であるあなたと二人きりか無論ありません無論ありませんバカなバカな日傘が日傘が現実と幻 幻とは何のことですか現実と幻。幻とは何のことですか信じられない。ならば、本物のシャレニアンは信じられない。ならば、本物のシャレニアンはこれは、嘘だ。 <laughs> バカな。ありえない。そんな嘘を私が信じるとでも。<laughs> バカな。ありえない。そんな嘘を私が信じるとでも。嘘だ。嘘に決まっている。嘘だ。嘘に決まっている。 とっとと消えろこの幻なら、一体私は、私は今まで何のために、一体私は、私は今まで何のために、何のために戦ってきたんだ何のために戦ってきたんだハーディアイン、ライアン。 クエイグ、エッド。我々は、何のために。私は、何のためにお前らを。近い、近い、最後の。最後の一人まで、最後の。最後の一人まで、永遠の。誓いを。 話はここまでだ。話はここまでだ。幻の世界を出たとき、エレゴス・ディナミス。この恐ろしい悪魔が待ち受けていたが。幻の世界を出たとき、エレゴス・ディナミス。この恐ろしい悪魔が待ち受けていたが。奴はあっけなく倒れた。まだだ。今のところはな。 まだだ。今のところはな。さあ、約束したルビアンだ。受け取ってくれ。さあ、約束したルビアンだ。受け取ってくれ。君たちが求めていたルビアン。衛星だ。君たちが求めていたルビアン。衛星だ。モカディン。カリアイン。ジュライン。 C957、フレッド。モカディン、カリアイジュライ、C957、フレッド。そして、そして、デュンケル。デュンケル。偉大なるお方に、永遠の忠誠を誓います。偉大なるお方に、 永遠の忠誠を誓います。こうなると分かっていた。お前、お前がコスタンタンと私の座を狙っていると分かっていたぞ。反逆を企むとは、けしからん奴め。お前なぞ、最初から受け入れるんじゃなかった。何度も言っただろう。お前に、お前に何もかも奪われてしまうはずだとは。 この絵体この絵体長はどこにいるケルラードケルラードこの絵体ケルラードはどこにいるのだ今すぐ、この不景物を切れどけどけと言ったはずだあいつ、あいつに何もかも奪われてしまうこの国も、ルビアンも どけお前の任務は、私を守ることだはぁ、あ、もはや、大扱いもしないというのかあいつ、あの、いやしい諸子が、そのうち王になるからなのか兵士を呼べえー、こやつが反逆を、反逆を企んでおらくっちょくろもらくっちょくろもら くっちょくろもらうくっちょくろもらう悪魔よおとなしく地獄へ帰れ悪魔よおとなしく地獄へ帰れ悪魔よおとなしく地獄へあ、勝ちがう団長、この戦い、あとどれくらい残っていると思いますかある民間人の女の子がいました。 初めての戦いでは救えましたが、それ以降は、35回目です。女の子を救えなかった回数のことです。35回目を迎えるまで、その女の子はどこかでずっと苦しんでいたのではないか。考え出したらキリがありません。もう悪魔との戦いにはだいぶ慣れてきましたが。 もう悪魔との戦いにはだいぶ慣れてきましたが、こればかりは、一生慣れる気がしません。聞きましたか悲鳴でした。聞きましたか悲鳴でした。この悲鳴、これ、この悲鳴、これはエッド、エッドで間違いない。私の、 私のせいかもしれない。そう。私だ。私がやったんだ。私の。私のせいかもしれない。そう。私だ。私がやったんだ。いや、女の子を救うべきだ。あの女の子は、何度も、何度も、 何度目だいや、女の子を救うべきだ。あの女の子は、何度も、何度も。何度目だ <laughs> 姫またあの悲鳴が <laughs> 姫またあの悲鳴が悲鳴が、悲 <laughs> 鳴が,が消えないんだ あの女の子が悲鳴が、悲鳴が消えないんだあの女の子が悲鳴が、悲鳴が消えないんだあの女の子がそっちからだすまり더간だそっちからだすまり더간だそっちからだす더간だ それはわからないけど、悪魔を仕留める方法を鳴らしているわ。それはわからないけど、悪魔を仕留める方法を鳴らしているわ。それはわからないけど、悪魔を仕留める方法を鳴らしているわ。エレゴス・デュナミス。エレゴス・デュナミス。戦死した。 まさか、また私のせいで。戦死した。まさか、また私のせいで。あ、あれは、ルビアン。あ、あれは、ルビアン。ヘッド団長ルビアンを、 死者も生き返らせるというルビアンをルビアンを、死者も生き返らせるというルビアンをそう、ルビアン。ルビアンがあったわ。そう、ルビアン。ルビアンがあったわ。助けてあげてくださいルビアンでエッドを生き返らせてくださいどうしてどうしてですかあ、はあ。 そういうことね。王子のためでしょう。あ、はあ、そういうことね。王子のためでしょう。あなたが愛する王子、その王子を救いたいからうさつきそう。だからだわ。だからあなただけ平気でいられたわけね。う <laughs> は これがすべて嘘なら、時が巻き戻されるのではなく、そう思わせるように作られた幻の中に閉じ込められているとしたら、もしこの仮説が事実なら、どうすればいいのビャンみャンうわービアナダリかビャンみャンうわぁビアナダリか僕は悪魔ハンターライアンだ 頭がどうにかなりそうだ。い、一体何を言っているエッドは生きているんだ。一体何を言っているエッドは生きているんだ。僕がやったと。僕がやったと。僕にいい考えがある。王を生き返らせればいいんだ。僕にいい考えがある。王を生き返らせればいいんだ。 彼が悪魔を召喚したんだ。悪魔を再び地獄に返す方法も、この呪いから解放される方法も、彼なら知っているはず。彼が悪魔を召喚したんだ。悪魔を再び地獄に返す方法も、この呪いから解放される方法も、彼なら知っているはず。彼が悪魔を召喚したんだ。悪魔を再び地獄に返す方法も、この呪いから解放される方法も、彼なら知っているはず。前から怪しいと思っていた。 王子に誓ったんだろう。前から怪しいと思っていた王子に誓ったんだろう。前から怪しいと思っていた王子に誓ったんだろう。王子を救うってルビアンを使って彼を守るって。王子を救ってルビアンを使って彼を守るって。王子を救ってルビアンを使って彼を守るって。シャレニアンの主護。 ヒレイごと言うなよあの男は王子を生き返らせるために僕たちを利用したんだシャレニアンの主語ヒレイごと言うなよあの男は王子を生き返らせるために僕たちを利用したんだシャレニアンの主語ヒレイごと言うなよあの男は王子を生き返らせるために僕たちを利用したんだルビアンは 割れてしまう。どうしてルビアンは、割れてしまう。どうしてまさか、まさか、最初から。まさか、まさか、最初から。だったら誓いは王子に誓ったことは 彼を生き返らせると誓ったんじゃなかったのかだったら誓いは王子に誓ったことは彼を生き返らせると誓ったんじゃなかったのか <laughs> 知らず僕たちはバカみたいにそんなことも知らず僕たちはバカみたいにそんなことも知らず僕たちはバカみたいに 本当にごめんえっとごめん本当にごめん任務遂行する任務遂行する任務遂行する任務は任務は 任務はいば、ーーライオン내가맞을뻔했잖아何言ってるのかさっぱりわからないなあ、何言ってるのかさっぱりわからないな悪魔語話せる人いるか何言ってるのかさっぱりわからないな悪魔語話せる人いるかてリアてリア 敵襲だ。ライアンだった。ライアンの矢が、俺の肩を貫通したんだ。救えるぞ。ほら、よく見てみろ。団長の手に。アイン。 あれで俺を救うことができるぞ。アイン、俺を。お前らが誓ったように、永遠に王国を守るがよい。ヨナミスタッフ・カリナク・ローハー。ヨナミスタッフ・カリナク・ローハー。 ゆうなみスタフ、かりなくるわ。ゆうなみスタフ、かりなくるわ。おろか者のとも。愚か者のとも。愚か者のとも。のひえめんせでろ。のひえめんせでろ。 どひえめんせでろ。やまにわんごかえ。やまにわんごかえ。やまにわんごかえ。しっきょら。しっきょら。しっきょら。王子様。もうお帰りになる時間です。 王子様あれを見てください考え方を少し変えれば二つの理由を推測できます考え方を少し変えれば二つの理由を推測できます全てお見通しである暗黒の魔法使い様があんな怪物を作り出したということは 全てお見通しである暗黒の魔法使い様があんな怪物を作り出したということはそれくらい強力な敵が現れるという意味でしょうそれくらい強力な敵が現れるという意味でしょう一体どんなものなのか興味をそそられますね 一体どんなものなのか？興味をそそられますね。2つ目の理由は？2つ目の理由は？由は <laughs> さあ忘れてしまいました。<laughs> さあ忘れてしまいました。<laughs> どんな状況でも裏切らないような本物の中心が必要ということだろう。<laughs> どんな状況でも裏切らないような本物の中心が必要ということだろう。<laughs> どんな状況でも裏切らないような本物の中心が必要ということだろう。 しかし、悪魔という奴らも結構使えるな。しかし、悪魔という奴らも結構使えるな。しかし、悪魔という奴らも結構使えるな。現実と同じ世界を作り出す力か。すごく面白い。 現実と同じ世界を作り出す力か。すごく面白い。現実と同じ世界を作り出す力か。すごく面白い。たまに偉大なるあの方の糸がつかめない時があるわ。たまに偉大なるあの方の糸がつかめない時があるわ。 数千、数万回の戦いと誓いを経て、とんでもなく強力な魂が精錬されたことはわかるけど。数千、数万回の戦いと誓いを経て、とんでもなく強力な魂が精錬されたことはわかるけど。それに超越の力まで盛り込んで、まさに怪物を作り出すなんて。それに超越の力まで盛り込んで、 まさに怪物を作り出すなんて。あんな盲目のからくり人形が、一体どうして必要なのかしら。あんな盲目のからくり人形が、一体どうして必要なのかしら。んんそれくらい強力な敵。想像もつかないわ。それくらい強力な敵。想像もつかないわ。 <laughs> バカね。じゃあ二つ目の理由はじゃあ二つ目の理由は <laughs> バカね。<laughs> バカね。いつかは、人影のない廃墟となり。いつかは、人影のない廃墟となり。 かつての繁栄ぶりに思いを馳せる日が来るでしょうから。かつての繁栄ぶりに思いを馳せる日が来るでしょうから。今も時々思い出します。ここで師匠と交わしていた言葉を。今も時々思い出します。ここで師匠と交わしていた言葉を。 弟子がお世話になった師匠のもとを訪れただけです。人目をはばかる必要はありません。弟子がお世話になった師匠のもとを訪れただけです。人目をはばかる必要はありません。側近だった師匠なら、もうお気づきでしょう。側近だった師匠なら、もうお気づきでしょう。 陛下は、もう正気ではありません。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 あの方が、宝石にまつわる危険な噂に執着されるようになって、久しいです。 あの方が、宝石にまつわる危険な噂に執着されるようになって、久しいです。もう何年も国中を渡り歩いて、あらゆる邪術の研究をしていらっしゃるんですよ。もう何年も国中を渡り歩いて、あらゆる邪術の研究をしていらっしゃるんですよ。すでにご存知かもしれませんが。 最近は悪魔を召喚しようとしていらっしゃるらしく。城の中でも噂が広まっています。城の中でも噂が広まっています。はい。私も同じ考えです。もし、本当に恐ろしい災いが降りかかったりしたら、その時は、もう手遅れでしょう。もし、 本当に恐ろしい災いが降りかかったりしたら、その時は、もう手遅れでしょう。実に美しくありませんか実に美しくありませんか師匠、私はこの国、シャレニアンが好きです。師匠、私はこの国。 シャレニアンが好きです。たとえ不道徳な王子の汚名を背負うことになろうと、権力に目がくらんだ暴君として歴史に記録されようと、それでも守り抜きたい。守らなければならない。そんな国です。わかっています。王の反逆者の末路は、 わかりきっています。死ぬか、王になるか。師匠、私は、師匠、私は、師匠、私は、ことが終わったら、またお伺いします。ことが終わったら、またお伺いします。 ことが終わったら、またお伺いします。その時こそは、私の騎士になってください。その時こそは、私の騎士になってください。その時こそは私、そのそは私の騎士になってください。弁解するつもりはありません。またそんなことを、またそんなことを、またそんなことを、すべて、 あなたが招いたことです。すべて、あなたが招いたことです。すべて、あなたが招いたことです。師匠ならあなたが追い出したじゃないですか。反逆罪の汚名を着せられて処刑されそうになったところを、私が何とか止めました。師匠ならあなたが追い出したじゃないですか。 反逆罪の汚名を着せられて処刑されそうになったところを私が何とか止めました。師匠ならあなたが追い出したじゃないですか。反逆罪の汚名を着せられて処刑されそうになったところを私が何とか止めました。師匠ならあなたが追い出したじゃないですか。反逆罪の汚名を着せられて処刑されそうになったところを私が何とか止めました。 誉れ高きあの方が、今は落ちこぼれを集めた名ばかりの騎士団を率いているんです。<laughs> もう正気の沙汰ではないですね。逮捕せよ。そして宝石を探せ。逮捕せよ。そして宝石を探せ。逮捕せよ。そして宝石を探せ。 逮捕せよ。そして宝石を探せ。逮捕せよ。そして宝石を探せ。気をつけろ、ルービアンは。気をつけろ、ルービアンは。死匠…師死師匠…死 師匠。師匠。<laughs> 申し訳ありません。私は、どうか、あの時の誓いを。どうか、あの時の誓いを。師匠。師匠。 上がってください、師匠。このままでは、師匠も私も殺されてしまいます。私は大丈夫です。その代わりに、私と約束してください。もし私が死んだら。もし私が死んだら。宝石。 レビアンを。宝石、レビアンを。守って。守って。師匠。師匠。どうして私を見捨てたのですかどうして私を、見捨てたのですか 気づいていたでしょう。気づいていたでしょう。あの時。あなたの元を訪れた理由に。また私を死なせましたね。すべて、あなたが招いたことです。당신に절버렸습니다。気づいていたでしょう。 私が言いかけた言葉も、それを口に出せないということも、すごく怖いです。ですから、どうか私を守ってください。師匠、どうか私を守ってください。 そのために、あなたが守っていた王に剣を向けることになるとしても、それで、あなたの誓いを、あなたの教授を見失うことになるとしても、王国ではなく、あなたが愛する人のために、たった一度でいいです。 剣を握ってください。たった一度でいいです。剣を握ってください。師匠、私は、怖いです。師匠、私は、怖いです。師匠。 師匠あなたは黙り込みました。あなたは黙り込みました。ちっぽけなプライドが、偽善が、自己欺瞞が、あなたにとってもっと大切だったからです。ちっぽけなプライドが、偽善が、自己欺瞞が、あなたにとってもっと大切だったからです。 見てください。あなたの沈黙が、傍観が、どんな結果をもたらしたか。覚えておいてください。数千回、数万回を繰り返しても、あなたは誰も救えません。師匠 申し訳ありません。師匠。<laughs> 申し訳ありません。どうか。あの時の誓いを。どうか。あの時の誓いを。どうか。どうか。下がってください、師匠。 このままでは、師匠も私も殺されてしまいます私は大丈夫です。その代わりに、私と約束してください。私がもしここで死んだら、師匠が、シャレニアンを守ってください。最後の最後まで、シャレニアンの国民が一人でも残っている限り、彼らを守ってあげてください。 後悔していますかもう誰もいません。私が見えていないふりをする必要は、もうないんです。幻。師匠は、悪魔に出会う前にも、幻を見たことがありますかであれば、幻と現実を、 どうやって区別しているのですか倒れている方が幻なのかそれとも、ここに立っている私が幻なのかそれとも、もしかすると、戦死した部下たちも、王も、このシャレニアンも、師匠ご本人も、すべて幻なのかもしれませんよ。 師匠には、区別できるのですか師匠、空を見上げてください。呪いの当事者たちが死んだことにより、呪いが弱まったのです。呪いの当事者たちが死んだことにより、呪いが弱まったのです。そうなれば、現実と幻の境界も、崩れ始めます。 そこに倒れている彼女が以前話したことがあります。エレゴス・デュナミス。彼は幻を作り出す力を持っています。悪魔は時を巻き戻していません。偽の世界を作り、師匠と団員たちを閉じ込めただけです。悪魔は時を巻き戻していません。 偽の世界を作り、師匠と団員たちを閉じ込めただけです。まるで鏡のように、現実のシャレニアンを複製した、この世界の中にですよ。まるで鏡のように、現実のシャレニアンを複製した、この世界の中にですよ。師匠が戦いを続けている間、 現実の時間も着実に流れました。すでに、数百年が経ちました。エレゴスが召喚されたあの日に、シャレニアンは滅びました。彼が建てた悪魔の帝国は、一時は繁栄していましたが、エレゴスが召喚されたあの日に、シャレニアンは滅びました。 それも結局、冒険者と呼ばれる者たちによって滅ぼされて、久しいです。今はエレゴスだけが一人残り、宝石を守っています。ルビアンを守る。それが、王とエレゴスの契約でしたから。すでに数百年が経ちましたが、今も時々思い出します。 師匠、世の中のすべての美しいものは、どうしてこんなにも儚く消えてしまうのでしょう。師匠、世の中のすべての美しいものは、どうしてこんなにも儚く消えてしまうのでしょう。師匠、世の中のすべての美しいものは、 どうしてこんなにもはかなく消えてしまうのでしょう。あなたはこう答えました。あなたはこう答えました。師匠の言う通りでした。花びらがそうであるように。人がそうであるように。シャレニアンも必滅の存在だからこそ、美しかったようです。師匠。 師匠、師匠、師匠。あの日の誓いを覚えているでしょう。あの日の誓いを覚えているでしょう。あの日の誓いを覚えているでしょう。数千回、数万回も誓ったことです。数千回、数万回も誓ったことです。数千回、 数万回も誓ったことです。師匠、最後の最後まで、シャレニアンの国民が一人でも残っている限り、彼らを守ると誓ったじゃないですか。最後の最後まで、シャレニアンの国民が一人でも残っている限り、彼らを守ると誓ったじゃないですか。 そうです。まだ、私が残っています。そうです。まだ、私が残っています。そうです。まだ、私が残っています。シャレニアンは終わっていません。 シャレニアンは終わっていません。シャレニアンは終わっていません。このルビアンで、騎士団を復活させることができます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 。 このルビアンで、師匠。あなたが交わした永遠の誓いを果たせます。このルビアンで、師匠。あなたが交わした永遠の誓いを果たせます。このルビアンで、師匠。あなたが交わした永遠の誓いを果たせます。師匠。 하늘을 보십시오.